きて。ウィン、誰か助けて。わ私があなたのママよ。おかしいよ、なんかおかしいよ。ウィンコちゃんとペコちゃん、いつの間にそんな仲良くなったんすか。頭を下げるやつは殴れねえな。今回は許してやるよ。ルール知らねえ私が見ても反則だろそれ。でも面白え。そんじゃ新人ちゃんの顔も見れたし、よいしょっと。あとはうちの部下にお任せ。じゃね。母親としての幸せとアイドルとしての幸せ、普通は片方かもしれないけど、どっちも欲しい。星の愛は欲張りなんだ。どうした？僕は今ロボットに乗っています。ロボット、なんだそれは。男のロマンです。ごめん、あの人カズヤくんに悪いこと。カズヤくん、またね。手も足も指も舌もこの世界の風や大地さえも触手と同じ。世界はあまねく触手に満ちるでしょう。人一人の人生を救うのは立派な正義で友情じゃろ。人であり剣なのじゃ。我がパラレル機能のなせる技じゃな。よくわからないけど、猫は白の猫で、白は猫の白だよ。なぜこんなことに。何をジロジロ見てる変態め。目玉くり抜くぞ。連絡役のロキを除けばアルコン同士での交流はほとんどなかったから。ただダキには愛に関する能力を持つと聞いたことがある。実は。おかえりセツ、また会えて嬉しいよ。たとえ姿形が変わってても私がセツの魔力を間違えるわけないでしょ。生きるために食べる。この世界で雲として生きてやる。生き抜いてやるんだ。笑ってるふり、優しいふり、心配しているふり、別に悪いことだって思わないよ。人のこと言えないけど。はあ、こんなもんつけちゃって。え、ガキがサンデビスタン、それも既製品じゃないわね。両伍長直ちに戻れ。我々の任務は側面攻撃による地対戦闘だ。ラニが好奇だ。戻れ、これは命令だ。修正を恐れる異常者だからだ。ただ生命が終わるだけの現象を恐れる理由がない。でもな、俺はダイアナのそういうところが気に入ってんだ。それによ、どうせ退屈な毎日だ。やーぎゃうるせえぞガキ。次に騒ぎやがってみろ。消し飛ばす。私にも条件がある。私は今後君の言い分には従わない。戦闘方針は私が決める。それで構わないな、お嬢さん。コートのアルコンか。この私がコートに弓引くことになろうとはな。これもまた定めか。実に興味深い研究対象が見つかりましたわ。私がきっとこの地に味噌と醤油をもたらしてみせます。安心しなさい、私は通りすがりの普通の吸血鬼だ。怪しいものじゃない。怪しいものだ。誰がチビスケだ。こら、調子に乗んなよ下っ端が。それと自分の正式名称はチビスケじゃなく、キサラギ社製美少女型アンドロイドだ。はい、原告のテスト前でこんなに自信があるのは初めてです。というか子供扱いしないでください。グラグラバカ犬、悪い子だ。実は。うわデコパイ。面白そうじゃないか。ユキトが自分の意思でやるべきだと思うことがあるなら自由にやってみればいい。そう、愛だ。油断できない。だがアルコンを制し神になるのは俺だ。誰かに聞いてもらいたかったのかもな。それに何より君は俺を信用してくれた。もう一本お願いします。僕はリカちゃんの呪いを解くんだ。所詮絶望は希望の踏み台に過ぎない。だから
君は希望の踏み台でしかない。これが会に関わるってことだ。言ったよね、使うなって。せっかく忠告してあげたのに。おバカさん。自分には自分には他に何もないって、そんなこと言うなよ。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。すげえぜユキト、手作業でやるより何倍も早いぜ。全部刈り取ってやるぜ。んだよ話せよ。へえ、またか。ええから、今吸ったもん出せよ。うるせえ。ごめんリーダー、俺が決めてれば。タダちゃんのせいじゃねえって。スナイパー1名配置完了しました。いいところをお見せしますよ。現在特に異変はありません。何か悩んでんならお姉さんに話してみ。誰がお姉さんだ。あんた私の家族なんだから、弟みたいなもんでしょ。もし先生に降参って言わせられれば、さすがリーダーってみんなも感心するかもよ。とても素敵です。ライブみんな頑張ってました。だから私もアイドル頑張れると思います。くだらないことで喧嘩しないでくんない。あんまりくだらないことばっかりやってると深淵魔法使っちゃうよ。わかった。そこまで言うなら、結婚してやるっちゃ。もう何本気にしてんですか。先輩が女子から告られるとかあり得ると思ってるんですか。どなたか斧を貸してください。やめろアル、俺は大きい方が好きだ。こんな大人数参加占拠しません。ユキトさんも小さいのが好きなんですから。しのぶちゃん怒ってるみたい。珍しいわね。かっこいいわ。私は全て親方様の望むまま従います。大丈夫、風邪かな。なんか温かいの飲む、牛乳とか。大変だー、温めてきてあげる。 あとお薬も持ってくる。白石くんってほんと面白いな。痛い。ああ、そうそう、挨拶をされたら挨拶を返しましょう。友達と買い物に来てその帰り。でも驚いたよ、声かけて驚かそうと思ったのに急に私の名前呼ぶんだもん。でもさ、シビラシステムを疑うわけじゃないけど、公安局のキャリアなんて私に向いてるのかな。なんでわかんないの。世界って何よりも僕はユキコのそばにいたのに。僕は御霊、君の神様だ。同じ目だったのですぐにわかりましたよ。目、ね、ええ、ゆうやさんすごくお痩せになられましたけど、まっすぐで優しい目は変わってませんから。危ないところを救ってくれてありがとう。とでも礼を言うつもりはないわ。だって危なくなかったし。これだわ、使える。は？ねえ、私の彼氏になりなさいよ。は？光栄でしょ。どうも、調べ物は終わりましたか。はい、神と人をつなぐにえ、あるいは神の声を聞く御子ともされています。謝ったりしないで。お兄ちゃんなら分かったよ、私の気持ちを。分かってよ。アルコーンといっても精神的には子供と変わらないな。だからこそ組みしやすいか。今すぐやめろ、このクソバカ野郎。この戦い俺が預かる。あのこないだごめん、それからさっきはありがとう。ホオズキさんに言われた通り、確かに僕心の底では全国に憧れてた。俺は負けるのが大嫌いなの。大船に乗ったつもりでいないわ。俺が必ず先輩を優勝させるからさ。このチンピラが俺を舐めてんのか。何回お尻や理解できんだくら脳みそくら。エンさん、こないだみたく仲間がワンサカいるやつはごめんだな。弱いやつをやたら殺さなくちゃなんねえし、いろいろ無駄が多くてうんざりするんだ。